植物は怪獣だ。緑化隊隊長の藤安です。長く留守にしているお家、お庭を怪獣植物に占拠されてませんか？伸びた枝で通行人やご近所に何かあったら大変です。緑化隊に相談してください。手際よい作業でお庭はすっきり、大量に出るゴミの処理まで全てお任せください。お客様が現地にいなくても動画や写真で報告します。怪獣植物やっつけます。見積もりでウェブイノしてます。